皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。謝らなくてはならないことがあります。私は YouTube を始めたての頃は、ポコチンがついてるのにもかかわらず、ついてないと嘘ついてました。ごめんなさーい。YouTube 始めたての時って私21歳なんですよ。今まで性別投稿を出してて、私は22歳でポコチン撮りましたって言ってるじゃないですか。だから噛み合わないわけなの。で、私の初期の頃から動画を見てくださってる方は、あれって22歳からポコチン撮ったって言ってるけど、21歳頃に出してた初期動画でも撮ったって言ってたよねってなるわけです。私のチャンネルって今動画7、800本ぐらい公開されているはずなんですけども、非公開動画がそのうち150本ぐらいあります。それはポコチンあるのにもかかわらずポコチンないよっていう、まあ、嘘をついたっていう。で、なぜそこで嘘をついたかっていうと、やっぱり、あ、ついてるんだ、あ、男なんだとか言われるのを、その当時はもうすごい敏感になってて、少しでも街歩く時はバレたくないとか、なんか二度見されたらもう本当に落ち込んでしまうぐらい、自分の性別にビビっていた時期なんですね。だから何が何でも YouTube では、ポコチンついてるけどついてないって嘘をつこうって思って、すごいやっぱり罪悪感があったんですよ、当時から。で、YouTube 休止期間に私はその後入るんですけども、手術を無事済ませて、それで動画投稿を再開したというわけです。これで私のこの YouTube の歴史上でちょっと不自然だった1年間の突然の休止期間は非公開にしたっていうことの意味が伝わると思うんですよ。本当今まで嘘をついてしまっていて申し訳ございませんでした。今回私はこの動画で何をしたいかというと、話は遡り2014年の動画投稿本当に始めたての時、4月なんですけど、その時私は登録者17人ぐらいなんですよ。その時に私は昔からもう男子高校生時代から見ていた元祖元男の子 YouTuber、もう本当に第一人者のスザンヌ美咲さんっていう方に連絡を取って一度お会いしたいですっていうことをアポをしたんですよね。スザンヌ美咲さん当時もう1000人か2000人ぐらいだったんですよ。私17人じゃん。もう相手にしてもらえると思ってなかったんですけど、まさかの連絡が返ってきて、だったら YouTube スペースで動画撮りませんかって。で、そこで私の YouTube 人生初のコラボ動画、本当喋り方ももうオロオロしてて結構やばくて、歯科矯正がねまだ全部終わってないんですよ。もう出っ歯だし、男子高校生が無理やり化粧しましたっていうぐらいの、ちょっと前置きを長くなっちゃったんですけども、で、そこでまた、さっきのその、私が嘘ついていたっていう部分に噛み合うわけです。今から見ていただく動画の中では、お金玉しか撮ってませんって私は言ってるんですよ。あ、だったらいいじゃんみたいな。嘘ついてないじゃんってなるんですけども、その動画、スザンヌ美咲さんのチャンネルで公開されていたんですけど、私が頼み込んで、ごめんなさいって、もう辻褄が合わなくなるんで、非公開にしてもらえますかって、それを3年前ぐらいに非公開していただいて、で、この前、スザンヌ美咲さん久しぶりに連絡取って、あの時の動画いただけますかっていうことでお譲りいただいたんで、それを私がちょっと解説しながら、皆さんと一緒に見ていただくっていう動画です。なげー！ごめんなさいね。早送りしちゃってる方絶対いると思うんだけど。早送りでもね、しちゃうとね、伝わんないっていうか誤解がまた生じてしまう。二次誤解がね、生じる可能性なんですけども。まあ、こんな感じで今回は皆さんと一緒に動画を見ていただきます。いやー、やべえな。失望しないでくださいよ。もう本当に男子高校生が化粧しているんだっていうぐらいの程度で見てください。では、黒歴史、スタート。どうも、みさきです。今日はですね、東京の新宿で働いているニューハーフのかのんさんっていう方と働いてたんですよ、間宮でお会いしております。で、今日はこの綺麗なかのんさんに美の秘訣、やばいでしょこれで綺麗って、まあ、今もですけどね、やばいですけど、ね、大丈夫ですか私で大丈夫です。慣れてないの。そのいつぐらいから女性として生き始めたんですかね。私はですね19歳の時から私はですね始めましたね。何を始めたんですかそうですね、日常生活が女になったのは、うん、本当ねまだ動画慣れてないんですよ。もう緊張しっぱなしでデビューならぬ社会人デビュー。はい、なるほど。でもあれですか、服とかも全部女物にして。最初はですねパーカーあるじゃないですか、普通のパーカー、デニムパンツ履いて、中性、しかも口元やばくないですか。まだほら治療中だから口閉じるとなんか顎がウィってなっちゃう、シワっぽくなる。でその学校に行く時は女として通ったの？大学は男性？あ、そう、大学って言ってるんですけど専門学校の間違いです。私は音楽の専門学校に女として通いました。ですね、最初から女の子でちょっと事情を話して、そう話がねごっちゃになってるから、私も最初に診断書を出してから、うん、大学じゃないんですよって言えなかったの、緊張してて。学校側には診断書ってか、まあお願いしたらお願いしてから、やっぱりそう音楽の学校に診断書を出して通いました。うん、そこ重要だと思います。なるほど。その頃ってなんかこうなんか葛藤みたいなのなかったですかね、こう恥ずかしいとか。でもアイメイクとかも全てまだ覚えたてっていう時期だったんですよ。おかしいだろうみたいな。そうですね、やっぱり一番は周りの目を気にするのと、うん、電車の中とか、うん、あと女子トイレが一番。本当そう。なるほど。はい、女子トイレやばかった。どうやったら克服できたんですか、その。私は決めてたのが自分の中で、うんうん、まあ。決めてたのが女子トイレに、うん、まあ男子トイレ普通に入ってて、うんうん、まあ格好はデニムで先ほど言ったレディースのパーカー着て、でノーメイクで男子トイレ入ってて、でいつかそこで追い出されたらそうそれを動画で話してるから嘘ついてないですよ。である日トイレ男子便入ってたら、うん、中に掃除してるおばさんに「あんたここ男子便よ」って言っていただいてから、あ大丈夫かな、もう私は大丈夫。もう喋り方あんまり変わってないですよね。持って多分そこから女子と本当もうここがね長いんですよ。やっぱ矯正だけでめちゃめちゃ変わる。今ももながだけど、でもこの時の方がやっぱ目立つな。あと鼻がなんかね上に向くんですよ。歯が出てると押し出されてね、鼻の下からふいって。大変でした。一番大変なところ、私にとってはやっぱりトイレが一番。で女子トイレを使えるようになってからもうそうなんつうか勢いがついたって感じ。勢いがついてもう今は。最初はやっぱり女子トイレ入りたての時は、うん、手洗う時もやっぱり鏡見ないでこうやって下こうやってすぐ洗って出ていったり、早く出ていきたいからさバレたくないし。本当そうなんです。それがあって。そうかそうか。もう私は似たような経験ありますけどね。あ、そうなんですか。うん、百貨店のトイレとかってやっぱすごい可愛い女の子とか来るから、もう高校生ぐらいの子と目があったら怖いじゃないですか。身長高いし、ですっぴんとかだと余計にね。でも美咲さんマジで女性ですよ、本当に。もうその時から私いけるんだわという感じ。はい、似てます、ね、似てます。私もそんな感じ。なるほどです。じゃあその女子トイレ使えるようになるまでにはどういう感じだった？口閉じる時やっぱりその何を本当ね歯にお金かけてよかったと思ってる。本当整形したとかそれはもうそうですね、うん、やっぱり一番大きかったのが、うん、男から女に移行期間のうちに、うん、彼氏を作ったことが一番大きかったかな。それはすごいですね。それ彼氏ができるとやっぱり、うん、女に見られたいっていうのがあるじゃないですか。彼氏とはどこで出会ったんですか？職場ですね。まあその人はもともと理解がある職場ですね。で女としてやっぱり「お前可愛いな」とか言ってくれて、でも全然その時少年だったんです。うん、そうなんだよな。まあ、その時の彼氏には感謝してます本当に。まあこの人と一緒に歩くんだったら女の姿にまあ綺麗にもなりたいなと思って、そこが一番大きかったかなって。なるほど。パスまでの、うん、女は恋をすると綺麗になるわけですね。女性ホルモンが出るわけです。いやもう喋り方が。それも注射してるはずなんですけどね。それ以上に出るんですかね、いろいろ。環境ホルモンじゃないですか。環境ホルモン。あ、よく言ってた。その飲み屋のママも環境ホルモンとか言ってた。ホルモンはどれぐらいいくつぐらいから始めたんですか？19歳の誕生日から。違うよこれ18歳よ。18歳18歳。あ、じゃあ一緒ぐらい。間違ってる。1年間違ってる。これね嘘つくつもり出てない。18歳から。これも注射です。私も肩、全部お尻です。ああ痛いもんね。声が可愛いんですけど、声はボイトレとかしたんですかね。まあ地声で女らしく。本当美咲さんには気使っていただいて、可愛いとか。何を意識してるの？柔らかい雰囲気を。ああでもそれはね、もう本当今もそういうつもりで喋ってます。そうですね。やっぱり何か意識してしまうと逆に。違和感が男っぽくなっちゃう、出てきちゃうんじゃないかなと思って、ナチュラル思考で、はい、声変わりがしたんですね。しました、全然。その時は低かったの？あんまりですね、高さは変わらないって言われるんです。がっつり男っぽく低くなることはなかったです。男子時代の時から。今なんか手術とかされてるんですか？ここ去勢手術をしましたね。1月。そう。それしてから変わりました。なんかいろいろ。ね、本当すいません。美咲さんには私のね、嘘っぱちに乗っかっていただいて。確かに体重は変わんないんですけど、なんか皮下脂肪がついたような感じもしますね。ここら辺、腰、顔周りも、あ、でもいい感じですよ。このほっぺたがプニプニで、はい、洗顔するじゃないですか。その時にこうやって笑いながら洗顔するとリフトアップ。あ、でもね、それ今もやってます。冷水かけながら私やってます。パシャパシャパシャって果たして効果あるのかな。大丈夫、可愛いから。苦笑いじゃないですか、もう美咲さん。じゃあ私からちょっと質問があるんですけど、このその綺麗になる秘訣みたいな普段気をつけてることとかあれば聞きたいなと思って。本当に美咲さんありがとうございます。変わってるかもしれないんですけど、私街で歩くときイヤホンで音楽聞くんですけど、なんか自分がお気に入りの曲聴きながら自分は綺麗なんだって思って外を歩いてなんか。表情作りながら歩いてたりとか、綺麗なんだって思ってよりかは、そのなんか音楽を聴けばバレても勇気を持ちなさいっていう感じの、そう、元気づける曲を聴いてた。前向きに動いて、その時はね、確か自分はやっぱり自分を好きになることが一番かなって。やっぱりネガティブだとね、ポコチンついてた時はずっとね、自分好きになれなかったんですよ、正直。まあなんだろう、人とは違うからとかそういうことでちょっとネガティブになりがちであるけど、そうじゃなくて、だけど私は生きてるみたいな、はい、私はまだ若いとかそういう感じで、何かこういいとこ見つけて、いいところ、それを前向きに押し出していく感じか。そうですね、自分に都合よくやっぱり物事を考えて、ああ、なるほど。まあポジティブにやるのが一番。まあこの時もめちゃめちゃ悩んでましたけどね。綺麗になるぞとか。バレるかバレないかみたいな、もう本当常に気にしてました。かなと私は思いますね。そうですね。自分の都合のいいことだけ見えるとか、いいとこだけ見るっていうのは私すごい大事だと思うんですよ。だから例えば何事もなんていうか、自分によく都合よく捉えるっていうか、例えばなんかお金落としたとか財布落としたとか事故に遭ったとか怪我したと思った時も、これは何かのメッセージだと。いう感じで、宗教じゃないですけど、そういう感じで捉えてますね。だからまあ私去年、ほら口元がね、ここが長く見えちゃうんですよ。前に出てるから。めっちゃちょっと注目してみてください。私の口元。閉じるのが違和感あるの。口閉じるのがほら。無理やり閉じてる。スポーツとかをチャレンジしてるんですけど、横から見たらすごいわかるんですよ。術後と術前、寝起きが良くなったって感じです。施術前か。それで、はい、それで友達とか人脈も広がってきたんで、去年の盲腸とか前歯が出てると鼻もちょっと上に向いちゃうんですよね。思ってますね。まあこじつけですけどね。やっぱりいい方に全部考えた方が。悪いことを見たらこうどうこうよく見るかっていう。財布落としたら。まあ財布昔落としたんですけど、しょっちゅう、はい、大体1年に1回ぐらい財布落としてたんですけど、私もなんですよそれでまあ、財布で届くわけですよ、はい、で中身が全く減ってない状態で届くわけですよ、はい、でそう見た時にやっぱり世の中悪い人ばっかりじゃないなっていう感じで、そうですね。そうで財布落としたら落としたでネタになるじゃないですか、だからもうこれは私超ラッキーだなって感じで、だって落とした財布って普通帰ってこないじゃないですか。それが帰ってきたし、ね、それが2回もあったんですよ、はい、でそれを話のネタにもできる。本当に話聞いてんのかこいつって感じでしょ、リアクションが、はい、あ、そうなんですねって、もう今と変わんない。そこは話のネタがいっぱい入ってくるし、人の優しさも知れるし、こんないいことはないですね。もうこの撮影中ずっと男に見えないかっていう、もう不安ばっか。なんか口元とかこうやって。で最後にですけど、まあ、かのんさんこの動画を見ている、まあ、これからトランスを始めている方とかね、はい、始めてる直後の方とかに何かメッセージなどありましたら、ちょっとカメラに向かって思いっきりお願いします。はい、はい、ニューハーフカノンの動画チャンネルのカノンです。男の子から女の子に変わろうとしてる人たちに私「お前まずポコチン取れ」って言われちゃうねかなと思います、うん、周りがどう見ようと自分は自分ですから、やっぱり周りにポコチンついてますからね、嘘ついてますから、この時いやほんとねありがたいですよ。美咲さんにはこうやって最初めちゃめちゃこう可愛がっていただいてありがとうございました。その節は今、こうやって自分のポコチンをね、ネタに堂々とできるようになったことは、本当に幸せなことだなって思ってます。もう私は嘘ついてないですよ。年齢も嘘ついてない。嘘をつくのはエイプリルフールだけですよ。へっへっ。本当に皆様、申し訳ございませんでした。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、そしてサブチャンネル青木かのんの秘密箱も画面の下にありますので、ぜひチャンネル登録もしてねー。また次の動画でお会いしましょう。私は僕、いつになっても居場所探しで埋もれてゆく夜空の下